どうも、無差別オタク、りょうです。今回は、とうとう4地域で揃った、喧嘩自慢地域対抗戦の中でも、最も熱い盛り上がりを見せたと言っても過言ではない、大宮編ですね。序盤、中盤、終盤、常に2期たちが活躍し、隙のないオーディションでしたが、その中でも、街ブラでも乱闘し、ジムでも乱闘し、スパーリングでも男を見せた、MVP の、ブーチン選手ですね。ブーチンの兄貴は、ただの喧嘩自慢ではなく、壮絶で、やばい人物だったので、ご紹介します。ブレイキングだ。早速、ブーチン選手の正体ですが、これ、デュエリストですね。ブーチン選手は、現在31歳とのことですが、幼少期から大宮で育ち、かなり、やんちゃをしてきたそうです。主に、暴走族として活躍していたようで、全盛期の部下は500人に上るようです。今回、ブレイキングダウンに参加するにあたって、その一部のメンバーが YouTube に登場していました。当時のエピソードは無数にあるようですが、中でも一番やばいのが10年前の大事件。埼玉県桶川市で起きたカラーギャングの大抗争にブーチンの兄貴も参加していたようです。この戦争は埼玉の青の組織と黒の組織がぶつかり合い、そのまま両組織とも解散するほどの大戦争だったようです。まず青の組織の高校生少年ら18人が黒の組織のメンバー4人を金属バットでフルボッコにしました。それに怒った黒の組織は数時間後8人の幹部に加え、知り合いの不良や暴走族にも協力を要請し、総勢24人で青の組織がアジトにしていたショッピングモールに乗り込みました。ブーチン選手は主に暴走族として活動していたとおっしゃっていたので、この青の組織に加勢したメンバーの一人だったのではないかと私は推測しています。黒の組織側は24の大所帯でしたが、離れた場所にバイクを止め闇討ちするような形で青の組織のメンバー4人を襲ったとのことです。その後やってはやり返しての抗争が続き、傷害や凶器準備集合などの容疑で45人の少年と成人1人が検挙されました。成人が1人ということですが、ブーチン選手は当時20から21歳だったはずなので、この唯一の成人というのがブーチンの兄貴だったのではないかと思います。黒ギャングのリーダーは塗装工をしていた18歳の少年で、他のメンバーは現役の高校生や解体工など、青ギャングのリーダーは16歳で、こちらは中学生も数人含まれていたとのことで、普通に後輩とこから助けを求められて、顔だけ出してやるよ、みたいな感じでプーチン選手は参加していたのではないか、というのが私の推察です。そんな大抗争にも参加していたブーチン選手ですが、喧嘩歴は20戦無敗とのことで、3000戦と比べるとかなり現実味がありますよね。最後に喧嘩したのは4年前とのことで、今は落ち着かれているようです。またブーチン選手はやんちゃ時代にあの伝説の所沢のタイソンと因縁があるようで、ブーチン選手が留置所にいた時に差し入れでもらったマッドマックスにタイソン選手が勝手に乗ってて雑誌に載っていたらしく、にもかかわらず埼玉県内ではタイソン選手の名はそこはね知れ渡っていないようで、俺がボコしてやると戦いたい相手として指名しています。そんなゴリゴリにやんちゃしてらっしゃったブーチン選手ですが、冒頭で述べたようにデュエリストとしての一面があります。ブーチン選手は喧嘩と遊戯王カードとともにこれまで育ってきたようで、5歳から始めた遊戯王を暴走族をやりながらも続け、公式の大会に出場したりするくらいガチで取り組んでいたようです。そのまま28歳までやっていたそうですが、一度辞め長野に仕事で行った際に暇すぎて再開したとおっしゃっていました。現在はその遊戯王仲間とともに YouTube で発信を行っており、1年前ぐらいから結構動画を出されていますね。そんなブレイキングダウン界隈、そして遊戯王界隈でなぜブーチン選手はこんなにも精力的に活動しているのか、ブーチン選手には大きな夢があるようです。ブーチン選手は小さい頃はお笑い芸人になりたかったらしく、根っからのエンターテイナー気質だったようです。有名になるために5、6年前から SNS 活動に力を入れているようで、
3年前くらいからレペゼン地球のオーディション番組炎上万博にも参加していらっしゃいました。その後も何度かレペゼンとコラボすることがあったようで、このブーチンというお名前もレペゼン地球のメンバーに名付けられたとのことです。そうやって昔から有名になるために活動を続けていて、今年の1月に彼女とも別れてしまったようですが、それでも諦めずに今回迎えたブレイキングダウン喧嘩自慢大宮編というチャンス、開催前から大量に人を集めてかなり力を入れていたことが伺え、練習なんてやったことがないとおっしゃっていましたが、実はオーディションの 2,3 週間前は鬼の特訓をしていたようです。しかしその中でぎっくり腰になってしまったり靭帯が切れたりと、かなりダメージがある状態で当日に臨んだようですが、街ブラの時点からしっかりと爪痕を残し、スパーリングも決まり、あとは勝つだけというところで惜しくも敗北。これは涙も出てしまいますよね。なぜか喧嘩自慢企画は自称人生かけてきた人たちがいっぱい出てきますが、ブーチンの兄貴に関しては活動歴から人生がかかってたことは間違いないので、全く過去を知らない我々から見てもあの涙に心を動かされた人は少なくないでしょう。今回は惜しくも選ばれなかったブーチン選手ですが、今後もブレイキングダウンに挑戦する気持ちはあるようで、狙うは所沢のタイソンとおっしゃっていましたが、また強くなって帰ってきてくれるかもしれませんね。最後までご視聴ありがとうございました。そんな熱いドラマがあったチーム大宮の活躍に今後も目が離せないということで、バイバイ。